せーの、皆さんこんばんは、えなです。今日私はちょっとやみまして、僕の家に行こうかなって。やっぱ相方でもあり、まあ親友ですから、まあ、こうやって家も近いわけですし、僕の家に行きたいと思います。あー、ちょっと見えちゃったな、ちょっと。あのですね、あのムケナが今このウィゴーさんの店頭に置かれてるウィゴーマガジンに、あの1ページだけなんですけども、やーっていまして、店内のモニターとかにもいたりするので、ぜひウィゴーに行く機会がある方はよろしくお願いします。あのこういうのもね、入れつつ行きましょう。着きました。こんばんは。鍵は閉めようね、夜だから。ちょっと病んでたの、さっきまで。なんで？わかんない。あんじゃん、そういうターン。だからそういう時は友達と会うのが一番だと思って。あ、そういう目的で来たんだ。そう、そういう目的で来たから、今日は楽しませていただいて。そうじゃん。いや、普通に。うん、なんかうまくいかないとき、うん、てか生理前、まず、あー、情緒不安定か。そう、情緒不安定で、うん、で、じゃあうまくいかないじゃん、なんかがね、うん、で、うまくいかない自分が嫌になる、今度。あー、うまくいかないことも嫌だし、てか、はいはい、そんな自分も嫌だしのターン入って。何がうまくいかないの？だから編集が効率悪いとか、自分。あー、もうなんでもっとさ、うまくできないからみたいな、はい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 、さ、あんじゃん、うん、普通に。でもさ、うん、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。今来てる？今もしかして励ましターン来てる？励ましターン。あ、お願いします。なんかいないと励まし待ちの人いないよね、あんまりね。だから、はい、ね、エナピーはそこでね、自分を責めるわけでしょ。なんでこんな自分はできないんだってね。ね、でもね、責めることね、もう偉いわけ、その時点で。わかる？反省してるってことじゃない、はい、でしょ。なんかもうそれの時点でいいのよ。反省したんならもう次いけるのよ。軽いなぁ、やっぱダメだ。え、てか聞いて、月が綺麗で、今日。てかさ、なんか私さ、チラッと見たのよ、窓。そしたらなんか街灯の下でなんか佇んでるエナピーって。怖かったんだよね。違う、後ろに人がいたから先に通ろう。ちょっと怖いなと思ってから人待ってるふりしてたの。あのね、そういうのやりがちだよね。呼んないの逆に。ね、分かる分かる。怖いじゃん、あの後ろに人いられるの怖いよね。そうそうそう、あの、まあ、男の人だろうなって思ったの、うん、見てないじゃん。それパッて行ってさ、こう後ろ姿見るじゃん、あの追い抜いていった男の人を、うん、なんかイケメン大学生っぽい後ろ姿だった。あ、じゃあよかったじゃんね。普通に連絡先切ればよかったなと。でもお腹すいた、お腹すいた。どう？うちはね、お腹空いてないけど食べてて。え、じゃあコンビニとウーバーどっち派？うちね、コンビニなの。うわっ。うわ、だるいな。だるいか。うちね、なんかコンビニ行きたいなと思ってだるくて今日全然出れなかった。あ、じゃあ一日行きたかったんだ。うん、うん、じゃあ行こう。あの、何人もいるじゃないですか、友達と。で、8人とかいますよね。うちがほら行くよって言って全然行こかん。うちが行くよって言ってから10分ぐらい動かん。じゃあさ、うちもさ、みんながさ、気持ちがさ、行くぞってなったらその10分後にうちも動き始めればいいって思うじゃん、うん、違うの。誰かが言い始めてから10分っていう、うん、はい、はい、怖い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 、はい、はい、はい、行くぞ、早く早く早く。一つ言ってく、その辺で喋ると結構ね、周りに聞こえる。コンビニに向かってます。はい、私本当にさ大好きなの、うん、なんか友達と泊まってる時に、うん、あ、わかるよ、コンビニが。しかもさ深夜でしょ。そう、深夜深夜、わかる。一番好きな時間、あれわかるよ。めんどくさいんだけど、うん、でこうやって寒いんだけど、あ、それそれそれもいいんだよね、うん、夏とかもいいよね、うん、ぬるいんだよね。そうそうそう、感じとかね。わかるよ。でもで、ね、なんか、うん、もう別にお腹もいっぱいだけど、うんうん、食べちゃうお菓子とかがいいんだもんね。あ、そうね、そうね、そうね。で、私はそれ彼氏といつかやってみたいね。うわ、いいな、それでやる彼氏いいな。え、それってだるかられたらだるくない？だるい、だるい、普通にいいよ、みたいな。普通にだるいから。え、それで、え、太るよ、今からアイスとか買いに行って食べたら。うわ、嫌じゃない？終わった、縁切ろ。マジそれな。マジそれなって何？なんかエナピーのファッションが本当に気持ち悪いから、ちゃんと見せたい。あの、これが深夜のコンビニファッションっていうやつで、何がおもろいかって、このダルギにこの厚底っていうのと、このその場にあったもの全部つけてきたらこうなってる。ああ、そうで、うん、そうで、それがいいってこと。マジで、あ、マジよ、ちょっかな。ええー。帰ってきよ。
ました。あの頑張って。このさ、このペットボトル式なのもいいね。これそういうお酒好き。だってさ、肩から見たら普通にジュース飲んでるかと思うね。はい、乾杯。見せるな、発言優勝。あ、そう、え、なんかこれ本当にこのサイズ。え、だからさ、そうでしょ、このサイズ。え、待って待って、え、本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、これがロングね。うん、これ普通。こんなに違ったっけ。いや、いい音。効果音使おうやこれ、ね、びっくりなんだけど。え、でも待って、リアルね、これは多分ちっちゃいよ。だって昔の CM ジャガジャガリコリコがあったでしょ。あ、それはできない。だってこんな短さじゃなかったはず。確かに。え、僕のやばいよ。あ、違うわ。一口サイズって書いてある。あら、あ、そうか、これ普通よりもちっちゃいんだ。あ、焦った、マジびっくりした。いや、聞いて、あのさ、うちら の, あの歌ってみた動画が出たんだって。もうね、これ動画上がる頃には出てんの。今日のうちらは明日上がる日なんですけど、それをね、まだ見てないの。うちら見てない。送られてきてたよね。で、マジで、ね、マジで恥ずいかも。ちょっと見てみね。結構ね、一大恥ずかしいイベントかも。やばいよね、あのこれ本当に、うん、あのこれに関してはもう完全にちゃんと作ってもらったのよ、大人の人に入ってもらって。そうなの、そうなの。いや、やばいでしょ、ちょっと、え、見る。あ、来た。来た。やばいやばい。ええ、死んじゃう。今のシーンね、大問題だよ。おもろい。待って、おもろはずい。いいね。いいよ。いいね、いいね。やっぱこれね、自分で見るの相当体力を使う。これうちらのさ、歌こんな風にちゃんと撮ってもらってさ、うん、プロの人にやってもらったの初めてだからさ、うん、歌はめっちゃ気に入ってさ、完成しきってない状態の時からずっと聴いてたんだけどさ、うん、これ映像ついたら見れないわ、うちも。見れないな、見れない。え、でも実際どう、あんな感じ付き合ったよ。わかんなかった。最近さ、私の元彼がいい思い出ないみたいなエピソードすごいしてんじゃん、うんうん、だから本当にもう抑えようと思ってたんだけど、あんましすぎても良くないなって、はいはい、私彼氏いた時にあんな写真撮ってなかったから、すごい、あ、彼氏いるとこんな感じなんだって思いました。初めて実感したのね、うん、あれ言わないの。マジでこれスタッフさんにも言ってなかったんですけど、はい、一部のシーンでチャック全開です、うちは。マジで大事な動画でチャック全開ですこれ。マジで、しかも2回疲れてた。ちょっとこのシーンやばいでしょ。あのさ、本当にまあいいじゃない。思い出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 あの、さっき気づいちゃったんだけど、でも最近あの、うん、気づいてたの久しぶりなんで、うん、うちお酒飲んだら、うん、もしもしなるかも。だるいやついた。どうしよう。マジで終わった。彼女欲しくなるっていうか、うん、人肌が恋しくなるのよ。はいはい、めっちゃわかる。でもわかるでしょ。わかる、 もちろんわかる。別にだから女の子でもいいの、正直ね、うん、とりあえず人肌が恋しくなるの。でもだからうち結構友達と飲んでる時とかも結構くっつくタイプかもしれなくて、うん、え、わかるよ。あるよね。え、あるある。これうちが飢えてんのかと思っちゃって。え、めっちゃわかる。そう思っちゃうと本当にさ、え、最悪ってなるじゃん。だからそう思いたくないの。うん、でもみんな思うのかな。やっぱ思う、思う。よかった、助かる。だってあれじゃん、酔った勢いで電話するとかさ、あるじゃん。いや、マジそう、マジそう。そういうのって本当に知ったから、そういうこと。え、だからうちも電話しそうになったもん、誰かに。でもいなかった。いなかった。でもどうしよう、本当にだ、寂しいんだ。うん、ちょっと今だから彼氏欲しい欲が今すごい出てきた。だからさ、わかるよ、うちらさ、いないってさ。で、しかも頑張ってる仕事をめちゃくちゃ。わかる。なんか泣きそうなんだけど。なんで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 ダリー、お酒。待って、待って、全然飲んでないよ、りょう。ダリーじゃねえのよ。いやは、うん、マジで彼氏作ったらダメだと思う、自分が。どうして？つまんないね。それめっちゃ言うじゃん。うん、そんなに、うん？だって別にいた時つまんなくなかったよ。え？つまんなかった。でも友達が、あの、言ってた、最近エナピー元気だねって。なんか何よりもなんかすごい生き生きしてるみたいな感じ言ってて、だからでもそうなんだと思うよ。でもあるかもね。じゃあだから私最近すごい不安なのが、うん、だから動画でリミッターが解除されすぎちゃって、動画外でも動画になっちゃってるの、テンションが。
でもそういう癖になってんだろうね、ふざけることが普通に、ボケることが、うんうんうん、だから正直じゃあ今男の人と巡り合ったとしても、うんうん、好きになってもらえないと思う。本当に友達になっちゃう気がする。だから逆に言うとだよ、そんだけ私はプライベートと仕事がごっちゃになる人なの、うん、影響し合う人だから、逆に彼氏ができたら、うん、つまんなくなるのかなって思うの。なるほどね。やっぱ彼氏にも可愛いと思われたいって思うわけじゃん、うん、やむよ、うちそしたら多分。うわー、めんどくせー、めんどくせー。うわー、だってうちどう考えてもムクは想像できんの。何か近いうち彼氏ができることが、ムクは言うじゃん、しばらくできなそうとか、うん、結構言うけど、うちは全然普通に近いうちできるんじゃないかなとも思うの。でも本当にうちはできないね、想像が。でも私もさ、できないと思うの自分に。あ、そう。なんでかって、でも私相当理想高いわ。ダメだと思ったらもうダメなのよ。なるほどね。違うが結構でかい。いいって思うのが少ないってもあるけど、逆に否定的な方で、ダメだなってなっちゃう。男の人と会って少し話して、あ、違う、そう、この違うが早い。うわー、そういうことか、うん、そのでもね、だからね、ムクはね、そうなの。でもそれいいとこでもあると思うよ、うちは。でもこれガチで、え、泣きそうなんだけど。本当にいい加減にしてほしい。おかしいだろうが、本当に、マジでこんなにさ、おかしいでしょ。じゃ あの、いつか彼氏ができるといいね、うちは。そうだね、はい、じゃあ、じゃがりこで乾杯。乾杯。ということで、以上、病んで友達の家に来たらお酒飲むことになって、こんな話になったでした。はい、チャンネル登録、高評価、コメント、無断転載、そういうのを。久しぶりに言ったらなんか、ギャル次言ってみよう。お願い。チャンネル登録、コメント、無断転載、高評価、その辺をよろしくお願いします。あ、違うね、チャンネル登録、高評価、コメント、グッドボタン、あ、もう終わった。はい、それではチャンネル登録、高評価、グッドボタン。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、グッドボタン。あ、いやいやいや、OK。 チャンネル登録、高評価、コメント、無断転載、みんなよろしくお願いします。せーの、おやすみ。